皆さんこんにちは。選挙用品 .com 田村亮です。必勝選挙チャンネル始めたいと思いますが、本日のテーマは無党派票と不動票についてということについてお伝えしていきたいと思います。よくですね、これ一緒くたに混同されるように使いがちなんですけれども、それぞれですねちゃんと意味があるわけなんですね。はい、無党派票と不動票というふうなことなんですけども、これ何が違うかというとですね、この無党派票というのはですね、政治的な関心はあるんだけれども特定の支持政党を持たない有権者というふうな形が一般的な定義だと思います。これに対して不動票というのはですね、特定のですね支持政党というのを持っているんだけれども、その時の情勢に応じて支持政党を変えて投票する人たちというふうなことで、これがですね不動票というふうなことになります。でですね、昨今ですね政権交代が起こったりとかですね、そういう問題があるわけなんですけれども、そこではですねこの不動票の時代というふうにですね、これでも世界的にですねなってきている一つのトレンドなのかなというふうに思いますけれども、この不動票というのはですね、いろんな属性があるわけなんですけれども、その典型的な多くっていうのはですね、やっぱりその既存政党であったりですね、既得のですねその政党にですねこう所属しているその、ちょっとですね中政党の低いというかですね、緩やかにつながっている人たち、これがですね、昔はですねこう支持政党というふうな部分ですとこう一丸となってですね塊となってやっていたんですけども、今はですねその表面がですね少し溶けている状態というふうなことでですね、それがですね支持政党を変えて投票する行動を取るというふうなことで不動票というふうな言われるようになったわけなんですね。はい、ということでこの無党派層というのは無党派票というのはですね、そもそもその支持政党を持たないというふうな部分が特徴であり、不動票というのはですね、支持政党がありながらも実際の投票行動というのはその時に選ぶというふうなことになります。ということで皆さんは、選挙や政治活動においてはこの無党派票というのを狙っていくというふうな部分と、この不動票というのを狙っていくという部分で、アプローチやですね、そこで、ターゲットを変えていくというふうなことがですね、実はですね細かく設定が必要になってくるというふうなことがあります。あとはですね、そういった部分でこの不動票というのを狙っていこうというふうな部分なんですけども、これはですね昔はこう政党っていう看板でですね、投票を決めるという方が多かった中でですね、その不動票というのはどういうことかというとですね、もちろん政党の看板ということでの政策の掲げというのはあるんですけれども、個人としてもですねやはりその重要な要素になってくるのかなと。私はこの政党を応援しているけれども、人間としてこの人好きだから投票行動はこの人に入れたいんだよね、そういうふうに言わせてみたいですよねというふうな部分がございますので、実際にはですね、じゃあこの無党派票不動票というふうなですね、影響が強くなっている時代ということで、候補者がやっておきたいことというのはですね、しっかり自分という選択肢を提示できるというふうな方法なんですね。これがですね、例えば、無党派の方であったとしても不動票と言われる方たちであったとしてもですね、その方自身はですね自覚しているわけではないんですけども、何かですねこの人を選択したいというふうな部分があったわけなんですね。ということなので、皆さん候補者としてですねやっていくというふうなことですはですね、非常にですねその政党とかそういった部分の影響が低い人たちに対しては、自分たちがどういう人物なんだ、私という部分に投票してくれたらっていうふうなですね一つの選択肢を提示すること、これがですね非常に重要になってきます。これは、言い換えると差別化というふうなことにもなってきたりもするんですけれども、この人だったらこうしてくれそうっていうふうなことももちろんありますし、他の人にはないこの人だからこの人を選ぶんだというふうな部分にもなってくるのかなと思います。本日はですね、無党派票と不動票の違いというふうな部分からですね、候補者がですね、どういったところを意識してやっていくかというふうなことについて言及していきました。では、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は以上です。